これは確かそっちにファストトラベル前したら敵の目の前にリスポーンしたからね。本あ、当な。やべ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 。敵がこっちに来る。敵グループが見える。危ない。ターゲットを排除。あ、もう一人来る。あ、二人来る。大丈夫か。警戒してオッケー、やった。ナイス。たまに嫌がらせしに来るユニダットのヘリうざい。あ、ほんとね、たまに嫌がらせしに来るヘリだ、ヘリダットじゃないや、ユニダットのヘリ。ヘリダットユニダットのヘリ。うん。なんだよヘリダットって。やつを倒そう。ここなら頭を狙えそうだ。オッケー。オッケー。警戒されてないか。ヘリダットはさすがに草。ちょっと警報器壊さない。隠れてるから大丈夫。壊した壊した。ナイス。ヘリダットって言っちゃう。ヘリダットってなんの。なんだ、ヘも全員ヘリで総出動してきそうな。武器が設置されてる。さてさて、あれも敵だな。敵グループは。なんかここ硬い敵多いな。あとはおねむか。おねむであってほしいな。あ、おねむだ。こいつはおねむ。で、重装備が接近してきてるから。ちょっと監視塔の2人やりに行くわ。問題ない、大丈夫だ。で、大丈夫か。大丈夫だ。おお、ヒヤッとする。ちょっと危なかった。もう一人寝てんのか。俺ちゅ、あ、これか。敵グループを発見。よし、まあ、警報器は壊れてるわけだし、ゆっくりやるか。オッケー。5人目だ。見ろ、武器ケースだ。こいつやっていいんじゃない。大丈夫か。あ、でもちょっと視界悪いよ、こっからだと。オッケー、やめとこう。じゃあその間に武器回収しちゃおうかな。俺のブートに合うな。ストナーゲット。もうこっから退散してもいい気がするけど。まあまあそうだね、武器し、うん、目的だったし、せっかくだし殲滅しちゃう。するか。あ、これか、これ電源装置だ。お、スイッチオフ。お、まあ警戒するよな、みんな。いや警戒するけどもう何もできない。彼らは通信もできない。そうだ。あとはね、処理していくだけだ。よし。警戒されようと関係ない。死体を見つけようと関係ない。やった。あと中かな。中か。ん？あれ？いないんだけど。いないな。どこ？あ、いた。お、お。はい、クリア。はい。そうだな。やっぱり真っ先にその警報器と電源。うん、これやっちゃえば、そうそう、敵の攻撃に耐えることが、ね、うん、できれば。よし、じゃあ向こうちょっと遠いな。ファーストトラベルしよう。近くにプカラデルタがある。プカラデルタ。よし、ちょっとストア見てみるか。ストア。ゲットした武器。
装備小さくまとまった強力な武器。ああ、これもまあ、攻撃重視武器だな。なるほど。我々は今ちょっと必要ない武器だな。どういうプレイスタイルで行くかによってね、使わない武器がたくさん出てきちゃうんだよね。本当な。バイクを手に入れた。よし、行くぞ。よいしょ。お、ここは平坦だ、なかなか。あと1キロだ。すぐそこだ。こういう雪があるからさ、スノーモービルとかもあってもいいと思うんだけど。ああ、いいね。ここ最初、この地域に来た時に最初に来た町じゃないか。ああ、そうだね。チャラそうチだャラね。モコ村。チャラモコ。さて、ここ結構いるな、カルテル。目標はあれいいか。なラジオ局。あれラジオ局なのか。ドローンが使えない。ジャミングされてる邪魔んだ。か。ああ、2なん体目のか。ターゲットだ。待って、早々危にない。警戒は。あ、こっち来るぞ。3人目。4人いるぞ。来るな。ちょっと引こうぜ、引こうぜ。4人か。引くか。引こう、引こう。無駄な戦闘は避けろ。オッケー。あ、待って、ストップ。前方の監視塔に。敵グループが見える。ああ、オッケー。あんなとこに。あいつはじゃあ俺がやろう。頼んだ。はっ。ナイス。敵を排除した。よし、まだ大丈夫だ。こっち側全然いない。じゃあこっちから回ってこう。あ、あれじゃないか、邪魔。ああ、それじゃん。あれだ。あれなんかスイッチかなんかなのか、あれって。ああ、スイッチっぽいけどな。これ屋内に多分人いるぞ。下てげていうかこう。これさ、なんだっけ、さっきみたいに発電機かな？スイッチ切ればいいと思うんだけど、ない邪か。魔だけ破壊するのじゃダメか。それともスイッチがないのか、あれ。まあ行ってみないと分からん。これ多分右側にいるぞ。いるよな。あ、いたいたいた。やるわ。オッケー。ターゲットを排除。で、物資があるっぽいんだけど。建物の中ではなくない？ああ。いや、あ、上中。だ、上。上か。テラスかな。よし。回収。だな。ちょっと邪魔の様子を見てみたいな。これ真下敵いる？これ。建物か、それとも。左。あ、違った。建物じゃない？建物っぽい。そうだね。ちょっと邪魔を見てみるか。オッケー。じゃあちょっと建物の中行こうかな。あったスイッチ。ああ、オフ。切れるの？邪魔スイッチついてる。よし、切ったぞ。ナイス。あ、敵お休みだ。お休みか。ああ、ひどいやつだ。あ、連れてんの？もしかして。ああ、殴ってバる。キン。よし、じゃあ、この先は多いぞ、カルテル。いっぱいいるな。いっぱいいるよ。これどこが、と？サンタブランカラジオ局？あれか。機銃を確認。
おお、あ、いるいるいる。おっと、監視がいるのかな。監視がいるね。あ、ほとんどこれ建物の中かな。か、建物か。なんかドローンの透過索敵とかあったらいいのにな。それ楽すぎでしょ。まあ窓越しならできる、ね、もしかしたらソナーとか、うん、ソナーとか、あー便利だなそれ。メタルギアの場合はなんか右手か左手のどっちかを床にドンってやったらソナーが発動してたと思うんだけど。そんなんあったか。ちょっと監視塔のやつを始末しに来た。 OK が先にこいつをやるか。敵グループが見える。そい、やった、ナイス。で監視塔のやつ、ほい、問題ない大丈夫だ。で機銃の付近に敵が1名、あいつをやろう。おう、よし、これラジオ局入れるんじゃないか。いけるな、いないし。なんかあるな。あ、弾か。誰もいない。逃げたのかもな。あ、誰もいないのか。警告して。だが放送は続いてる。ボーマン、ラジオ局にいるが、ペリコは見当たらない。だが放送はまだ続いてるようだ。そのラジオ局は信号を強めるための中継に使われているみたい。でも暗号キーがないとハッキングできない。ドローンを使ってアンテナをスキャンしてみて。情報部隊が受け取ったデータを分析して信号からターゲットの位置を特定してみて。まあ、そのうち出るでしょう。ボーマンがアンテナをスキャンしろって言ってたのは理解できた。スキャンが終わるまでドローンを安定させるんだ、うん、どれのことだ。アンテナどこ。 あったあった上行こう。ああ、あれか。んこれドローンでスキャンするだけじゃない。うん、2つのドローンで速度も2倍。お、ユニだったヘリ。おお、ヘリだ、ヘリだっと、ヘリだっと、ヘリ、ヘリだっと、どっか行け。ヘリだ、ゼロゼロ、怖い怖い怖い、ゼロゼロゼロ、伏せてる。危なー、まだ飛んでるぞ。邪魔くさいな。スキャンってタグじゃなくて、あ、オッケーオッケー、スキャン中、スキャン中。あ、そうやってやるんだ。いや、近くにドローン近づけたらスキャンしてるね。ああ、スキャン完了。オッケー、できた。情報部隊に任せる。また一歩 DJ に。 よしじゃあここはオッケーだ。ヘリ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 、ほんと。じゃあ知らせよ。おっと、あなたたちが見つけた図とスキャン結果のおかげで、うん、ペリコが周波数アジリティプログラムで暗号化した信号を送ってるのが確認できた。情報だ。核語りの放送のために信号をジャックするには暗号機がいる。その通り。データからペリコの大まかな位置は分かったわ。彼を見つけて暗号機を入手してきて。 DJ ペリコのデータが送られてきた。あ、ちょっと映像が送られてきたけど、建物の中入るか。映像か。映像だ。仲間がツエーニョのボビオに貴重なレプリカを運ぶトラックの情報を入手した。パック語りからも通信来た。お前たちの任務じゃないのは承知してるが、来てるね。ツエーニョの顔を潰すチャンス。いや、ヘリ、ヘリすんげー見てくんな。チャンスがあったらツエーニョのところへたどり着く前に輸送車を破壊する。しつこい。で、まあ降りては来ないからちょっと映像を見たい。 OK、 あ、これでいいのか。 DJ ペリココカスワッグミックステープボリューム1。お、 DJ ペリコ、おおむね彼の夢は DJ になることだった。他人の歌を流して大声で叫ぶだけの。そう、ヘリ。けど人生は甘くなかった。
13歳の時から街をふらつき、コカイン所持で逮捕。15歳で殺人未遂、刑務所に入る代わりに彼はメキシコに逃亡。いとこを頼ってたどり着いたサンタブランカでシカリオ、殺し屋になった。ただサンタブランカは彼の経歴を確認するべきだった。使えなかったのよ。 4WD のフロントシートの標的2人を仕留められなかった。逆に難しいわ。使えない彼はカルテルのメンバー全員に疎まれるようになった。死体になっての帰国が秒読みに入った。その時エルスエーニョに気に入られたの。面白いと思ったのね。銃は撃てないけど話はうまい。だからスエーニョは海賊放送での宣伝活動、サンタブランカの広報としての役割を彼に与えた。今日は絶好の粉日和って毎日だけどな。エルスエーニョの母廟を頑張って建設しているプカラのみんな元気か？あんまり早く完成させるなよ。 DJ ペリコはエルスエーニョのペットよ。存分に泣かせてやって。なるほどね。年齢31歳、まあ、つまりあれだ、まるで能力はないけど、うん、話のうまさはエルスエーニョに認められて、まあ、ボスに認められて可愛がってもらってるよって感じだ。で今はその海賊放送、ボリビア全土の海賊放送を任せてるのがその DJ だ。いい加減もうヘリ嫌だから移動するか。る2つあるな。待って、さ、こっちは4箇所、輸送車を破壊するか。これはさっきあのカタリから来た連絡だけど、先にそっちやるか。エルスエーニョが自分の母病を飾るため私物をたくさん積んだ車列を向かわせて、あ、参加する。信じられないわね。4個ある。4個ある。 C4 がうなる。 C4 装備して遠いな。ファストトラベルしていくか。あ、トラベル違う、ブラボー近いね。あ、すげえ近いな。ゲブラボー、うん、着いた。着いた。エルスエーニョの輸送車ね。バイクだ。バイク。バイクに乗る。よし。何メートルだ？ここはちゃんと道なりに走っていくよ。オッケー。ここはちゃんと。ここはちゃんと。ちょっとさすがにこういうところで運転見せたら登るどころかどんどん下がっていきそうだから。おおおおおお、どこ行った？ボーマン、マルガチ大丈夫で、もう戻った。周辺の情報あるか？近くにエルチドがいるわよ。あ、新しい地域にちょっと踏んじゃったな。ドラッグの密売人を伝えるナルココリードっていう音楽のチャンネルで。いや、まあ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 。曲も知らないな。聞いてみて。右だぞ。彼はカルテルの顔になってて、その甘い声でメンバーを。あ、そっちでも行けんのか別。あ、こっちでも行ける。多くて、やらで揉めてアナハイムの舞台に上がるのを拒否した時は、観客が暴動を起こして会場をめちゃくちゃにしたのよ。かなりの影響力だ。エルチドのツアーを台無しにするためにできる限り情報を集めてみて。目立つ行動は避けてるはずだけど、今回の旅で利益を上げようと代理人が動き回ってるはずよ。分かった、代理人の捜索に集中する。カルテル問題児多すぎじゃない？本当だ。新しい地域に入ったらこの映像をまた見よう。でちょっと高めに位置を取って、そっちの方角大丈夫か？ん？ OK。 あ、4つあるね、ちゃんと。で、反乱軍が捕まってるぞ。ドローン展開。よし。二人目のターゲットがいる。どうだろうね、反乱軍がいるならさ、うん、あの銃撃可能な反乱軍も一緒に呼んじゃってね。特に重要情報もなさそうだし。あ、まあ、まあ暴れさせてみるという術もあり。そうだね。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。ちょっとスキャンしよう。オッケー。うん、輸送車だ、全部。ドローン作動。これもだ。おい、カルテルのメンバーがいるぞ。ターレットのあたりだ。あ、砂。砂か、うん。で、この捕まってる人たちはなんだこれ、真下にいるのか。真下だね。
敵近いな、すぐ近くにいた。これちょっとハンドガンでやっちゃおう。オッケー。お、よし。おお。お。よし、じゃああいつをやろう。オッケー、ナイス。なんか結局ステルスになっちゃってるけど。でもこの人たちはもう助けれるな。うん。オッケー、じゃあ。傭兵。傭兵カモン。あたりに増援を要請した。よしよし、反乱が暴れろ、反乱軍。俺たちはまだ。まあバレるよな。結局な。やっちまえやっちまえ。で、監視塔のやつだ。加工。なん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 。そこね。ここにもタンクが近くに。あ。と火星しよう。燃えてたかよ。ゲタスケ。おっと。そこに重装備のやつが。待て待て待て。あ、仲間倒した。あ、反乱軍成長してる。おお。センキュー。うっしー。おお。あら？あ、もう全部やったね。大丈夫だ。よーし。C4 ペタペタしちゃおう。爆破準備爆薬セット完了。よいしょ。おい。よいしょ。おい。C4 設置完了。距離を取れ。おい。発火。ボーン。はよし。お。反乱軍巻き添え食らった。おお。よし。ターゲット破壊。今のがなくても。まあ。スウェーデンの目標はできるんだろう。飾りがなければただのでかい棺桶だ。さあ物資回収して、そろそろプカラだ、プカラ。そうだな。一応組織では無能とされた男がボスにちょっと気に入られただけでウハウハになっちゃうという現実世界でもありそうなあれです。ありそうなあれ。よし、でね、どう見る限りそのプカラーがいたところはその、うん、さっき言った、うん、墓だ。スエーニョの、これスエーニョの、スエーニョ用として作った墓なのこれ。フェリコの居場所が分かった。あのクズから暗号機なのかな。余生のこと考えてるの。自由ボリビアラジオに帰るわよ。ちゃんと先を考えてる。さすが、ボス。で、あそこをさっきヘリで行ったらひどい目にあったから、うん、ちゃんと車で行こう。あ、オッケー。どっちの車がいいと思う？うん。じゃあ僕はこっち乗るから。そっち運転していい。しっかり捕まってろ。こっちの方がじゃあオフロード強そうだけど。あ、いやいや。乗る方向間違った。助手席に乗ったりしたのもしかして？いやあ、間違っちゃった。ああでも遠いね。これファストトラベルした方が早いというか、うん、うん、遠いね。遠い。ブラップからチャーリーに行こう。道的にもすごい遠い。道的にすごく遠い。距離だと結構近いんだけど。